久保さんもうなんか200万ぐらいになったらしいじゃないですか。おめでとうございます。まあ、なんだかんだ言って売ってますね。<laughs> ま、税金もありますからね。税金のために稼ぐとお疲れ様です。うーんとね。あのー、これね。あのー、お客さんにさっき言ったんですけど。あの、来年は頑張ります。みたいなメッセージが来たんで、いや今日頑張れよ。つって、ね。 いや今日からでしょっていうふうに言ったんですけどはいみたいなね <laughs> いやもうまだ今年終わってないですからね勝負は、うん、まあ一回ね僕はねあのー、塾生さんにねハッと教えられたことがあってそれはあのー、まあ今回の久保さんの動画にも精通することなんですけどまあ久保さんのねご自宅にも行かれたあやさんっていう方いてるんですけど まあやさんとねあの出身が一緒なんですよまさかの北海道の北見市っていうね札幌だったらまあまあまあ札幌でもあれですけど北見っていうそこ一緒みたいなマジっすかみたいになってで一回34年前に北見でセミナーをしたんですよ一緒にでそれはもちろんね北見、まあ、田舎なんで、まあ、僕は一応ね動画では募集しましたよセミナーやりますっていうまあそれはでも来ないですよ で、まあ、あやさんに言ったんですよね。一応、まあ、動画で募集はしたけども、さすがにきついんじゃないですかみたいな。難しいっすよみたいな。で、あやさんに僕は言われたんですよ。吉谷さんらしいじゃないですかみたいな。諦めたらそこで試合終了じゃないですかと。分かりました。じゃあ、僕やりますよ。つってね。あやさんがジモティに投稿してくれたんですよ。セミナーの概要を。で、来たんです。<laughs> 来たんです。 いや僕ねそれ見てねやっぱ熟成,さか熟成から学ぶというかハッとさせられましたねまあそこそこでね、まあ、やっぱり来ないじゃないですかっていちオチじゃなくて来たんであーあああってなりましたよね <laughs> だからまあな本当にまあもちろんねまあラッキーだったっていうのもあるかもしれないですよなんか夫婦で来ていただいてなんかその奥様が 奥様がそのネットで通販やってて、で、その売り上げが、なんか思うように上がってなくて、で、っていう形でね、夫婦で参加していただいてね。うーん。いや、でも本当に、まだやれると思わな,いけ,れ思わなければ、その結果は絶対出てないですからね。100%出てないですよ。だって、ジモティにね、あ,あそうですよね。あやさんがね、そこでね、あ,あそうですよね。さすがに北見はちょっと集客難しいですよね。つって、 無理だなと思ったらジモティ投稿してないですよ。だからその結果は多分得られず0人セミナーだったでしょうね。うんまあ、あれはねほんとすごく記憶に残ってるんですけどハッとさせられた、まあ、僕も日頃からまあそ,ういうおなそういうこと言ってるんだけども自分で我に書った時に、まあ、そういう時があって教わったというか気づかされたというか。 本当ねあの、不可能と思ってしまえば、まあ、不可能なんですよ。本当に当たり前なんですけど。うん、だから本当にその、とりあえずいろいろやってみるっていうことは大事かなと思いますね。うん、僕は思うに、まあ、僕は思うにですよ、自己アフリエイトなんていうのは、別にその、まあ、案件めちゃめちゃ探すと時間かかりますけど、僕なんかはあの高単価なやつしかやらないですよ。 クレジットカードしかそらくクレジットカードって今後も多分必ず発行されるはずなんですよ必ず何かしらだからまあそれ30年ぐらいやっとけば、まあ、クレジットカードを一択だったら別に情報精査もする必要ないのでまあそれでまあまあ稼げるんじゃないかなと思いますけどねでプラス僕の場合はその,そのカードをネタに動画撮って動画の広告収入まあアフリエイトですよね、まあ、セルフ バックだけけでではないんすけども、うん、そのカードの広告費まあ久保さんも撮ってると思うんでわかると思いますけどカード系の広告単価高いんで YouTube の <laughs> なんでまあ両方やればいいんじゃないかなっていう、うん、だからおいしい案件があったらしっかりやって撮ってでコンテンツ販売はしっかりやるっていううん ただ僕もたまに見て、あ、これいけるなって。だからこの前もたまに見た結果あったんで。うん。で、その楽天のね、楽天のなんか DM が来てて、これはつやらなかったですね。でもやろうかね、最後の最後まで迷ったんですけど、楽天が今2枚目カードを押してるんですよ。ね。2枚目作りませんかみたいな。で、支払い分けてカードで管理できますよ、みたいな感じで。で、その2枚目作ると、 5000ポイントあげますみたいなキャンペーンをこの前やってて5000もらえるのかでもな楽天カード2枚かと2枚いらんなとこれはさすがにちょっとねやろうと思ったけどやらなかったですね2枚はいらんな別に他のカードいっぱい持ってるしまあそこは甘いですね爪がね爪がやっとけばよかったんですけど今思うと別にねえ 年会費どうせ2枚目も無料なんでまあ、またキャンペーンや,やると思うんで、楽天はね。まあ、その時やればいいかなってまあ、今回の教訓を胸に。うん、まあ、逆に、楽天カード2枚作ったらどうなるねんっていう動画結構いけそうだなと思って。うん、まあ、楽天が押してるわけですし、しかも。 逆に取らな、あの、楽天カード発行しなかったけど、その感想の動画を撮れるので、感想の動画を撮りますけどね。そう。<laughs> 2枚目、な、楽天カードを2枚作ってはいけない理由とかね。まあ、いろいろ切り口あると思うんで。<laughs> ただまあ、やれることやればいいんじゃないですかね。うん。ただ、やれることを広げないと限界値はあるんで、やっぱセルフバックだけだとし無理ですからね。 でもなんかまあ、速っ塾の塾生さんにもね、まあ、久保さんも言,、まあ、言ってましたけど、うーん、広げていかないとね、なんかセルフバックだけやってるみたいな人もいるんですけど、まあ、それはそれでね、やらない人よりかはマシなんだけども、それだったら変わんないよって話で、久保さんが変わった理由ってそれを教えたわけですよ。それをセミナーやったりとか、コンテンツ化してったんで、うん、人に教えるっていうことをそれをやらないと、自分だけだったら限界ですからね。 うん、だから久保さんも言ってましたけど単純にその1万円稼げる方法を1万円で教えてそれ十人教えたら10万じゃないですか別に3万稼げる方法1万だったら割りいいですよねうんそうだそれがパッと思いつくつかないのかなうんだ3万稼げる方法を1万だったら別に悪くないですよね でセルフバック知らら。ないい人も今いますからで、顧客満足度ねすげえ良かったって言ってましたねそれいいっすよねセミナー参加したらその場で一緒にやってまあ、未確定でも報酬上がるんだからすごいってなりますよねあ本当に上がったみたいなねやったことがその場でデータで出るからそれは顧客満足度高いセミナーっすよね <laughs> ねはいということでいってらっしゃい